おはようございます。こんにちは。こんばんは。亀山光栄です。今回は上手くなるためにはまるまるということでえー、話していきたいなと思います。はい、まあね。上手くなるために、まあ朝から晩までドロドロになるまでがむしゃらにやえー、やることも大事なんですけれどもまあ、それだけじゃないなと思います。上手くなるためには的確な努力が必要だしまあ、やっぱりね。こうどういう方向を向いてやるのかっていうことが分かってるって言うことがすごく大事だと思います。はい、えー。この動画で得られるものというのはまあ、スポーツ全般上手くなるかなと。 うまくなる方法が学べるかなと思いいます、はい、では早速その方法を見ていきましょう、ね、まあ、ちなみにあの何回かこのあのあいろんな動画で言ってるんですけれどもこの方法っていうのはこうおそらくこうだろうとかじゃなくてまあ実際に亀山が意識的に行っている、えー、ものまあ実学のものになっておりますはいまあ、ね早速見ていきましょう、えー、1自分の力のみで努力して自分の限界を知ること2 失敗から学ぶ力大きい。失敗の方が。いい3。フィードバックを大事にする。4。上手くなるには感覚極めるには言語とイメージ5。がむしゃらにやるね。この5つになります。はい、まあまずね。噛み砕いて1番から説明していきましょう。え。1。自分の力のみで努力して自分の限界を知るということですね。うんなんかこう人に教わって。 やるっていうのはもちろんすごく大事な、まあとで話すんですけど、まあ、すごく大事なことなんですけれどもでもねなんか、まあ、自分の経験値で話すには自分の限界を知るっていうことが一番まず大事なんじゃないかなとだからそこに自分の限界を知った上であとは着色していけばいいかなっていうのが、えー、亀山の考え方ですと、はい、いうのも、ね、2012年のロンドンオリンピックの時に、まあ、僕23歳かな23歳ぐらいの時に来たんですけれども その時にねもう社会人2年目かなあえてこう人のコーチ陣の言うことを聞かないでえ自分の、えー、やり方でやってみようあ若いですねこう自分のやり方でやってみるっていう、うん、ことをやってみたわけですよ、うん、そうしたらね見事、えー、一次予選敗退ということですねもう1日で終わっちゃいましたね僕のロンドンオリンピックへの挑戦は、うん、ただそこまでにたどり着く過程っていうのはですね えー、非常に、えー、自分としては良かった何がよ,たかよかったかというと自自分分ののの力力でで努して限界を知れたということですね、うん、もう2に繋がっていくんですけれどもねもう大きな失敗でしたね自分の中でも頭打たれてうわこれ以上努力どうやってかけたらいいんだろうみたいなもうすぐ落ち込んだんですよ落ち込んでまあでもなんかよく言うじゃないですかこうあのドーンってこう高く上がるためには。 もうすごくこう沈んだ方がいいいみたいなもうまさにああいう状態ですね。まあもう2番説明していきましょう。失敗から学ぶ力、大きい失敗の方がいいと。ね、これはまあ1番のえ自分の力のみで努力して自分の限界を知ることにすごくあの連動してると思うんですけれどもあの、なるべく失敗をした方がいい、大きい失敗をこうした方がいい。まあこれはね、まあ、命取られるほどこう。 まあそういうふうに見れば大きい失敗なわけじゃないですけど、まあ、僕は体操選手なので、まあ、体操選手として大きな失敗っていうのをまあ経験させていただきましたねあの時は、うん。だからこそあ自分のやり方でやったらここまでしかいけないんだっていうところからもう逆転してもう完璧に逆の発想あこれ人の言うこと聞いて、まあ、客観的意見を取り入れていった方がいいなと思って。もうまもう完璧に 変えたんですよ人の意見を聞いてまずやってみようっていう,こう素直な心が生まれたんですよね、うん、なんかそこがすごい良かったなと、まあ、だから1番2番は、うん、そんな感じでしたねうんそして、まあ、これも次に繋がるかな3番フィードバックを大事にするっていうね、まあ、自分のやり方でやってきたっていうえー、もえ亀、ー、山ですけれども、うん、だからこそ、まあ、失敗しちゃってでそっから人のアドバイスを聞いた方がいいなと思って。 やるようにしましまたその中でですねフィードバックを大事にするっていうのはこうアドバイスを、えー、受けた時に結構やらない人とやる人がい,いるんですよ。でそのやる人の中には、えー、2パターンあってですね、えー、こうアドバイスを聞いた後に「あこれこういうふうによくなったよ」とか「良くなりました」っていう人とそのスーンって何もなかったかのようにこう行く過ぎ去る人がいるんですよね。 うん、で僕のフィードバックを大事にするっていうのは特に、まあ、自分のやったことに対してのフィードバックもそうなんですけれどもアドバイスに対してのしていただいた人に対してのフィードバックですねっていうのをすごく大事にする。うん、っていうのもこうやっぱりアドバイスをしてもらった人知ってもらってでその人にああのアドバイスしてもらってこういうふうに変わりましたって言うとその人嬉しいと思うんですよ。 で嬉しいからまたなんか亀山について気づいたことがあったらもうまた言ってくれるっていう、ね、このなんかいい連鎖が起きると思うんですよねだからまあ逆もしっかりで僕自身がこうアドバイスしてでその後にに何かこうなりましたみたいな言ってくれるとあこいつなんかいいなみたいななんかすごいうしいなって嬉しい気持ちになるんですよねだからこそ自分はこうアド、えー、フィードバックっていうのをすごく大事にしますまあ逆に言うとそのなんか過ぎアドバイスして過ぎ去ったりとかしちゃうと まあそれが何回か何回か続いていくとなんかもうこいついいやっていう気持ちになるんじゃないかなって、まあ、少なくとも僕はねそういう風に感じちゃったりもするので、まあ、こうフィードバックを大事にする、まあ、これ人にこびてるとかじゃなくて自分が上手くなるためにこうこう人の力を借りるっていう力うん人の力を借りるっていう力がすごく大事なんじゃないかなと今僕はこれをすごく大事にしてますね。はい、で4番上手くなるには感覚極めるには言語とイメージ。 っていうことでええー、まあそうですねえう、ー、まくなるだから僕リフティング全然できなかったんだけどリフティング結構うまくなって最初5回ぐらいしかできなかったんですけど今ではもう400回以上できるようになってですね、まあなんか上達したんですようんまあそれもあれ何ていうんですかねうまくなるためだけだったのでもう感覚でもうとにかく蹴り続けたギャガ,ルガムシャルに 蹴り続けててやってきたんですけれどもでもねこれ多分極めるためにはあの感覚だけじゃなくて極めるってどういうことかっていうともうそのいつでもどこでもどんな時でもだからもう朝昼晩関係なく、えー、そうですねどんな場所でも環境問わずどんな自分の体調状態においてもできるっていうことなのでやっぱり極めるっていうことだから試合とかですね試合とかになると、えー、感覚だけじゃなくてそう それをやる技術においての言葉とか、まあポイントだったりとかまあ、それに対するイメージとかま繊細なイメージとかそういうのが大事になってくるとまい、あ、ういうことを言いたいんですよね。うん、まあ、だから一定上手くなるためにはえー、あの感覚。とにかくやり続けてみて、自分で掴んでいくっていうことが。 大事だと思うんですけどまああのまあ逆上がりの教科書読んだって逆上がりできるわけではないですしうん極めるためにはうんやっぱりちゃんとこうまあ確かに読んだ読む、うん、教科書読んだりとかしな教科書ないんだけど <laughs> ないんだけど、まあ、そのイメージ言葉にすることですね言葉にしてそれをイメージできるっていうその技をイメージできるその技術を,を,をイメージできるっていうことが えー、すごい大事なんじゃないかなと思います。うんなんか僕のえー、友達にねえ佐藤匠っていうのがいるんですけども、なんか長馬得意な選手でえ長、ー、馬走るときに自分の腕を無知みたいにしならせるみたいなことを言っていてあなんかいい考え方だなと思いましたイメージねイメージの点でうんイメージ僕もイメージえー、っとアンバにおいてイメージするときはもうそのまさ,まさにやってるかのように演技してるかのように頭の中で その技術を使えるんですよこれすごい難しいんですけど伝えらんななないいかなこれむずいなんでもまあ目線触覚だから五感、まあ、といわれるものをね駆使して、えー、まるでやっているかのようにまでイメージできるっていうことが、えー、すごく大事ですね。でしかもそれに言語がついてくるっていう。 この技はこういうふうにするとこうなるっていうことが、えー、分かっていく、まあ、まずこれはねすごい細かい言語も必要だし逆にもう抽象的なあのー、あれですね抽象的なもう例えばバーンとかベーンとかドーンとかなんかそういうぐらいの、えー、言語でもすごい使えるむしろ抽象的なものの方法が使えるまあ教える時にはもうちょっと細かい言語になるかもしれないけれども、ま、たそれは別の話で。 えー、使う、えー、自分が使う時に関しては結構抽象的な言語でもいいかもしれないですね。うんっていうのがまあ、必要だなと思います。はいで5番、えー「がむしゃらにやる」ということで、えーまあ、僕はねこの「がむしゃらにやる」っていうのは好きですねまさにリフティングやる時とかはもうあのがむしゃらにただただやるだけでうまくなってきたっていうのもあったので僕は好きですね。なんかこう あの木をこう伐採するときに刃を研いでから、えー、やった方が伐採した方が効率がいいみたいなそういう話もあると思うんですけれどもまあそれだけじゃなくてね僕はこう、まあ、錆びても刃が錆びてこうなかなか切れないだろうがなんだろうがでもとにかく伐採しに行くっていうなんかそういうがむしゃらなところも結構好きなんで好きだし実際効率がいいこう逆にねこう走りながら考えるっていう、まあ、そういう思考でやるのも結構いいなと。っていう 思います、ね、っていうのもねこうやっぱ気づくスピードが圧倒的に速いんですよねこうやびたあやびた <laughs> 錆びた刃が混ざっちゃいましたね錆びた刃でこう,もう思い切って伐採しに行くっていうのはあの気づくスピードめちゃくちゃ速いんですよ。うん、なんかだからそうですねスピード感を持てるっていう面で僕はすごいあのうまくなるあのスピードが速いかなと思いますただこうねそれだけだと本ほんとにあの、まあ、体で言うと壊れちゃうし。 うん、やっぱりメンテナンスも必要でやっぱり時にはこう、ね、刃を研ぐっていう作業も必要それはだから休んだりとか思考を整理させたりとか,なんかそういうのも必要なのかなと、えー、思います、はい、結論ですね、えー、自分の力を信じて使いそして他人の力を借りるということですね、うん、自分の、えー、自分でやれるところの限界をまず知ってでもそれだけじゃダメだと、えー、人の力を アドバイスをしっかり受けてでその力を借りるにはこうフィードバックを大事にしてとかですねでそこからさらに進みにはまた、えー、自,分のやり自分のやり方というかそのブレンドですね自分のやり方プラス、えー、人の、えー、アドバイスをブレンドした自分になってですねでそこから、えー、また努力していくと、うんまあ、4番と5番に関して番に関しては結構もう自己向上能力のこう自分のをさらに 高めるっていうところでちょっとかなり説明が難しいんですけれどもうんうですね1235に関しては本当に自分の力をこうかなり駆使してやるような感じになるかなと思いますはいいかがだったでしょうかね上手くなるためには○○ということでやってみましたはいこの動画が面白いなと思った方は高評価チャンネル登録いいねなどお待ちしておりますあれどうしよう